今回は企画展お天気と蜃気楼というイベントをやりました。その企画展で紹介している写真の紹介や蜃気楼ってこんなもんなんやろっていう紹介をこれからしていきたいと思います。それでは始めますので、気軽に奥のカフェの方も聞いてていただければと思います。蜃気楼っていうのは廃棄光学現象、めちゃくちゃ難しい漢字ばっかり並べるとこんな言い方になってきます。大気光学現象というと、そもそも空気の中で起こることだよ。で、光学っていうのは光が曲がったりとか虹みたいにスペクトルいろんな色が見えたりいろんな色が見えたりするものだよっていうところから大気光学現象と呼んでおります。この虹を作るセットこちらに用意したのでこれから作ろうと思います。ちょっと濡れてしまったので不安なんですがやってみようと思います。何色に見える？何色？わかるかな？上、一番上何色かな？すいません、何色？虹の一番上見える？わからん。今実は工場がまるで夕日の中で浮き上がって見える、そんな現象になってます。これ知っとる？見たことあるかな？工場が光って浮き上がって見える。一方富山で蜃気楼って呼んでるのはこちらです。さっきまで見てもらってきたのは実はこれ蜃気楼今日出てるねとは呼ばない方のレアじゃない方の蜃気楼になります。次こちら側、これが富山で蜃気楼って呼んでるものになります。これはここにある火力発電所の上がビヨンと伸び上がったり、ここの発電所の鉄塔がビヨンと伸びて見えたり、こういうふうに変形して見えるものを蜃気楼って呼んでます。またここから少し動画で蜃気楼を見ていこうと思います。蜃気楼、大体これ結構いい日の蜃気楼です。新湊大橋という橋、上がって下がる橋なんですが、ここで折り返すと上平らみたいになっていると思います。ここ分かりますか？ワニの口みたいに開いていると思います。もともと橋の形って上がって下がるだけなのが、上にひっくり返ってまた平らな部分ができているという変わった状況になっています。こんなんができたなと思ったタイミングで手を挙げてみてください。大丈夫？ちょっと今から動画見るので、今蜃気楼見えたなと思ったらぜひ手を挙げてみてください。多分5月の25日や28日ぐらいにもかなり綺麗なので見てください。今回は全部蜃気楼大橋の写真だけを今回は霧の中で伸びてるとなかなか分かりにくい。
この船使って分かってきとったけど、もうちょっとこういう現在のツールを使って測れるかなっていうのが今の課題です。で、測ってみましたということで飛ばしました。ドローンいきます。ライブカメラにちょうど船映り込んでしまったんですが、こんな感じのやつをこれです、飛ばしてます。どんなものを飛ばしてるかっていうと、ファントム3っていうドローンになります。ファントム3っていうドローンに温度ロガーと温度センサーをくっつけてます。これです。ここが温度センサーになってます。で、これは竹ひごを使ってるんですが、お金ないからじゃないです。一番軽い材料が竹ひごです。あとは加工性が一番高いので竹ひごを使ってるんですが、一番軽いです。アルミのパイプとかいろんな具材はあるんですが、一番軽かったのでこれ使ってます。下がってきます。私新機能出てない青で書いてるんですが、下がってきます。何にもない三角の紐靴は下がってきます。だけど新機能出てる日にはギュッと一回温度上がってから下がってくるっていう傾向になります。このギュッと上がるところが実は新機能を見せてるポイントになってきます。普通、造空って普通は冷たくならなあかんのに、逆転って言って、逆転装置って上にいくほど暖かい空気がある日もたまにあります。そんな日に蜃気楼が見えたねっていうのを確認できました。じゃあこれ一発だけやったら流れても同じやんということだったので、山ほどやってます。山ほどやってます。6月4日がこういう例、6月の18と21だったりとか、7月の23と26といって、とりあえずいっぱいそういうデータ集めてみようにするのが今年はトライしました。で、は、かげろうって現象になります。かげろう。今まで、いわゆるストーブの周りがメラメラして見えたりとか、あと夜間の周りメラメラして見えるのがかげろうになります。これメラメラって見えているところは、この濃い塩水と水がぐちゃぐちゃっと混ざってる部分です。だけど、この濃い塩水どんどん溜まると、蜃気楼に進化します。もうちょっと時間かかるので、これは置いといたまま、続きやっていこうと思います。よいしょ。そんなすごい高いところの雲が出てるときには、実は西側には低気圧があります。で、反対側には高気圧があることが多いので、ここら辺割とこんなような性質になってます。日本の東に高気圧があると西側に低気圧があると、日本の上にはこんな雲がかかって、そんなときに見えるのはさっき言った現実とか観点調達なんですが、こんな時には日本の上空には熱い空気入ってきます。これは高気圧を回って暖かい空気入りやすいような気圧配置になってます。さっきはいわゆる現実であったりとか観天井枠っていう変わった、雲だったり変わった虹が見えるって言ったんですが、これも観天望雲なのかなというところで、実は埋没に博物館では移動性高気圧が太平洋に向け東から広く本州大井戸線の間広いのに見えるよっていうちょっと難しい言い方をしたりもしてるんですが、それはそもそも気圧配置からしたら予想しやすい現象で、それってもともとをたどると上空に暖かい空気が入ってくるだったりとか風が弱いを指してるんだなというところもあります。また気圧配置から逆にどんな雲ができるか想像するとこういう観点調和とかになってくるので、そもそもこれが元々なんでしょうけど、ここの経験則を表す雲だったりとか表す元々の現象っていうのは、理にかなったのようなと考えられます。今日はもう一回ちょっと失敗してみようかなと思ったので、失敗してるかもしれません。こちら新港大橋を作ってきました。これを向こう側に置いて見てもらうと変形して見えますか？目の高さを変えながら見てもらうと分かりやすいかもしれません。分かりますか？私のところからちょっと見えないので、もしかしたら失敗してます。見えますか？見える。見える。見える。どんな風になって見えた？反転してる。反転してますか？反転してる。肩みたいなのが張って見えると成功してるかもしれません。でももしかしたらこれは失敗かもしれなくって、分かったでしょうか？これや、これ来ました。
皆さん手振ってみてください。おーい、これでおしまいになります。